こんにちは、こんばんは、自由人です。今日はですね、自己流ダイエットの最終結果ということで、ついにですね、この2ヶ月にわたってやってきた自己流ダイエットの結果を報告したいと思います。自己流ダイエットというのは、たびたびの説明になるんですが、体重×体脂肪率を脂肪量として、それを半分にする、そういったプログラムでやってきました。そして自己流ダイエット戦略ということで、食事制限は低炭水化物、運動は有酸素運動とスクワット素振りを中心にやってきました。そして気になる最終結果の報告をしたいと思います。それでは体重測定どうぞ。それでは運命の第8週目の体重測定をしていきたいと思います。体重 54.4kg、 体脂肪率 16.8%、 内臓脂肪レベル4、骨格筋率 40.5%、 体年齢20歳、基礎代謝 1403kcal、 BMI 20.0 ということで、こういう結果になりました。ということで最終結果ですけど、体重は 54.4kg、 開始当時から比べるとマイナス 8.8kg、体脂肪率が 16.8% ということで、開始当時から比べるとマイナス 7%、 内臓脂肪レベルは4でマイナス3、骨格筋率は 40.4% ということでプラス 5.9%、 体年齢20歳ということでマイナス14歳、基礎代謝は 1403kcal ということでマイナス 102kcal、このような結果になりました。で、これがいいのか悪いかは後ほど説明します。こちらが自己流ダイエットの今までのスケジュールですけど、5月7日にスタートして 8週間、2ヶ月間やってきました。そして7月2日ダイエット期限ということで、今回報告しています。ということで体脂肪量の報告をしたいと思うんですが、7月2日の期限 で目標値が 7.52kg の脂肪量未満を目標にやってきました。そしてですね、これが1週間ごと その体脂肪量の管理表になるんですけど、結局最終的に計算すると 9.14kg ということで、目標未達成でございます。いやー、応援してくれた方がどれだけいるか分かんないんですけど、結局目標が達成できなかったこと、申し訳ないなと思います。しかしですね、まあこの一番最初の時から比べると痩せてるのは確かで、で体も軽いし、頭もまあすっきりしてる感じはします。で、人生初のダイエットということで、まあ不安はありながらやってました。でその中でもこんだけの成果が出せたということは、まあ、自信にもなるし、そして目標に対してどれだけ痩せれたのかなというのを計算したらですね、目標に対して 78% 痩せてました。こちら余談にはなるんですが、男性の体脂肪率ということで18歳から39歳、ここのラインで見ると、ダイエット当初は経肥満だったんですよね。 23% だったんで、それが、まあ、ダイエットすることで16から17ぐらいだったんで、標準マイナスと標準プラス、この間ちょうどここですよね、ちょうど標準ということです。そこまで痩せることができました。これからのことなんですけど、まあ、せっかく痩せたんで、ここの体重体脂肪率最低でも維持できるように、さらにはまあここの目標値まではなんとか時間かけてでもいけたらいいなと思っています。ということで、今回の自己流ダイエットの企画なんですけど、この判断は皆さんにお任せしようかなと思います。目標に対して、まあ、大体8割ぐらいは達成したんですが、残り2割が未達成ということで、 YouTube にアンケート機能があります。で、そこでよく頑張った成功と、未達なので失敗と、どちらとも言えないっていう、こういうアンケートの候補
立てときますんで、アンケート取ってみたいなと思います。まあアンケートも使ってみたいっていうのもあるんで、ちょっとこちら取ってみようと思います。でよかったらこの右上の方にアイマークかなんかあると思うんで、そちらでアンケート答えていただけたらなと思います。ということで自由人でございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。